タンクレード・フロレスタン・ロジェルイは、モナコ校。モナコ校、オノレ四世とマザラン女校・女公ルイーズ・ドーモンの間の第二子、次男。両親の別居のため母親に引き取られて養育され、幼い頃より優れた文学的才能を示した。1796年、11歳の時に、フォンテーヌ・ブローの学校に入るが、すぐに退学している。そのまま、フランス軍に入隊し、長として、 各地の戦闘に従軍した。1812年ロシア戦役では敵軍の捕虜となり、1814年にようやくフランスへ帰国できた。イフ妹のアメリーは、シャンパーンニュ地方、ラメス城の女主人、フランソワーズ・アンリエットルグラド・ボーベルセの最初の夫との間の息子にとついでいた。1816年11月27日、 フロレスタンは、城の女主人と二番目の夫との間の娘、カロリーヌ・ジベールとコメルシーで結婚した。父や兄は、この結婚に反対だったため、婚礼は少人数で簡素に行われた。モナコ高級邸が支給するフロレスタンの年金は、非常識なほど少額だったので、身分違いとはいえ裕福な、田舎地主の娘をめとったことは、主に経済的な面で好都合だった。 1841年に死んだ兄に己5世から礼遇されていたフロレスタンは46歳の誕生日の直前にモナコ校くらいを継承したとき、全くと言って良いほど統治者になる準備ができていなかった。英国の歴史家イチペンバートンに言わせれば、即位時の彼はその仕事に最も不適格な人間だった。彼は大衆演芸場アンビギュイコールコミックザの 俳優として働いたことさえあった。フロレスタンの知性中、モナコの実際の政治権力は、優れた知性と、社交能力を備えた彼の妻カロリーヌが握った。非常に、不人気だった、己五世の死とそれに伴う弟フロレスタンの、即位は、国民からは、好意的に受け止められた。終始官ギュスターブ政治によれば、彼は、マントンの住民から特筆すべき熱烈な歓迎を、 受けた。前任者、己五世は、公衆の面前に立つのを嫌って、姿を見せなかったので、それと対照的なフロレスタンの気の置けない態度が、国民に好かれたのだった。公爵夫妻は反モナコ感情の高まっていた、マントン及びロクブリヌイコールカップイコールマルタンの、民心を引き止める、必要性を感じており、彼らの求める民主的改革についても、前向きに考慮し、 さらに財政状況を度外視してまでマントンに学校を建設させた。しかし二都市はモナコ公を支持せず、モナコの総主だったサルデーニャをカルロ・アルベルトに期待をかけた。公爵夫妻の政治的失敗が明白になると、公正主シャルルが両親から実権を奪い取った。1848年フランス革命が起きると、これに触発されたマントンとロクブリュヌは、 モナコ港に反旗を翻し、独立を宣言した。サルゲーニャ軍がモナコを占領し、フロレスタンは、敗位、逮捕、投獄された。フランスの圧力のおかげで、翌1849年には復位するが、マントンとロクブリヌは、もはや戻ってこなかった。ありがとうございます。